はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビシです。では今回は信長の野望大使明智光秀プレイ続けやっていきましょう。ここまでですね、だいぶ領土を広げてきていて、前回家康、あるいは勝家、柴田勝家といったところと先端を開き、これを優位に進めていたというところだったと思うんですが、今回はその続きになります。まず一旦講和を結んでいる状態なので、勝家、家康ともに講和明けと同時に、まず最初に講和が明けるであろう勝家、ここをね攻略していきたいというふうに思っています。では時間を進めていきましょうという前に、もう講和期間が終わってるね、終わってるので、ここは勝家に対して宣戦を布告していきましょう。なんかコメント出してるな。勝家はまだ終わってないね。宣戦布告できないね。あ、できるできる。光秀よ、我らに歯向かいしこと食いるがよ。いや、そのままそのお言葉を返しよう。我が軍略、さあ勝家を攻略、今回で息の根を止めておきたいなというところなので、大軍を送り込んでいきましょう。全く考えていなかったのが兵糧。持つかな。そこまで、長い遠征にはならないでしょう。出陣する。で、二正面、三正面と、軍勢を送り込んでいきましょう。加藤義明、出陣するぞ。さらにもう一手遅れる。ちょっとさすがに兵糧が厳しいか、なかなか難しいですね。そしたら一旦この状態で進めましょうか。勝家の軍勢、総勢、せいぜい5、6万というところだと思うので、もう今では、光秀の敵ではない。報告いたします。なので、前線が、先月の終始でございます。広くなっていっている以上は、武将を、ちょっと配置転換も考えていった方がそろそろ良さそうですね。さあ堀秀政、義経といったところ、盤石だな。ガラシャが一番いいじゃん今回。ちなみに他の連中はというとちょっと微妙だね。堀秀政、義経にガラシャですね。ガラシャが軍事23っていうのが半端ないな。さて、鉄砲はどうにもならないので、まだね。遠路行軍取りたいんだけど。何が足りてないの、遠路行軍は。あ、もう取ってあるね。ごめんなさい。なので、そうすると、無兵装攻撃力上昇を取るか、その他で言うと、農兵の年貢増加。これもちょっと大きいよね。部隊射撃強化、高速行軍、部隊移動速度上昇、これも欲しい。いや、これ欲しいな。行軍速度入れとこう先に。そんなところかな。他はちょっと見送ります。門徒参戦、これは入れる。戦場を積極的に、門前町があるところでやっていきたいですね。囲め。ちょっと待って、金森長近の軍勢むちゃくちゃでかいんじゃないかこれ。毛利家との同盟期限切れ、ちょっとまずいな。報告いたします。完全に忘れてたけど、先月の終始でございます。確認しよう早速。まずは外交交渉、毛利
同盟締結24ヶ月。かしこまった。まあ、婚姻を結んでおけば間違いないかなというところではあると思うんですけどね。で、家康が、早くも開ける、もしかして北条とは同盟結べる状態まで一気に持っていこう。一心宗伝さんで、一心宗伝、まあやっぱり僧侶外交的な感じで送り込むとでかいよね。ちょっと待ってね。うわ、さて、金森長近、加藤義明、倍以上の軍勢相手か。すば、さてさて、どうする。敵のやっぱり武将の数、つまり部隊数が少ないので、まあ、そこをうまく活用して金森長近を撃破するっていう作戦に打って出よう。なので長近が出てきてくれるのが絶対条件ですね。鉄砲はなし、全員槍、まあ、これはしょうがないかな。行くぞ。さあ敵がどっちに向かう。長近が左舷から来ると見た。これは左舷から来るで間違いないよね。左翼、こっちに兵を動かそう。ご命令ください。覚悟しろ。ゲチを始めよう。騎馬隊とかいるとね、やっぱりちょっと包囲がしやすくて運用がしやすくなるんですけどね。そうはいかないですよね。ご命令ください。始めるぞ。ゲチを覚悟せよ。で、一部の部隊はやっぱり敵左翼、こちらでいう右翼の部隊は始めるぞ。ゲチを敵の攻撃から防御する動きで、陣外をしていきます。さあ長近、突貫してこい。長近さえ突貫してくればそれを撃破しましょう。おーとかっていきなり多分そろそろ陣持ってる方が行ってくると思うんで行ってきましたね。さあ長近はどこにいる。策のある者がいるようです。ご命令ください。始めるぞ。命を始めよう。ご命令を始めるぞ。命を覚悟せよ。ゲチを始めるぞ。ご命令を覚悟せよ。これが我が策にございます。始めるぜ。ゲチを覚悟しろ。なんとしてもここは長近を撃破して確実に2正面から勝家領を攻撃できる状態にしたいんですよね。敵はほとんど動いてこないね。となるとやっぱり回り込んでいくしかないな。ゲチを覚悟しろ。命を覚悟せよ。一体一体撃破していくっていう戦い方をせざるを得ないですね。始めよう。ご命令を覚悟せよ。となるとやっぱり兵数の多いもの、まあ、しんがりっていうとちょっと意味が変わってきますけど、最右翼に展開しておきたいですね。覚悟しろ。命令してくれ。松倉重政隊をさあ行こう。最右翼に展開。いや何にもしてないのにさ、これ負けるってある？何にもしてないのにさ。いやこれ何にもしてないのに負けるっていうちょっと笑える滑稽な状況になるぞ。ゲチを
覚悟しろ。ゲチよ、覚悟せよ。ゲチよ、覚悟せよ。このまま行くと加藤義明切腹者ですよね。完全に何にもしてないのに敗れるという。始めるぞ、ゲチよ。さあ行こうぜ。覚悟しろ。さあこれでじゃあまた進めていきましょう。山に登りきっちゃえばね。いやおかしいだろこれ。何もしてないのに負けようとしてるっていうこの状況。さあ陣の一つ二つは潰せそうですね。始めよう。ゲチよ、覚悟しろ。ゲチよ、始めるぞ。始めるぞ。ゲチよ、始めよう。始めるぞ。ここがね、多分敵の策にございます。策的に引っかかるギリギリのところだと思うんで。覚悟しろ。ゲチよ、始めるぜ。敵の居所つかみました。さあまず敵の部隊発見ですね。騎馬隊がいればね、敵の陣を潰しにかかるという手もあるんですが、ちょっとそれは取れそうにないので、ご命令を。まずは確実に敵の部隊を複数の部隊で囲んで潰していきます。山内和豊だけどうする。ちょっと敵の陣を狙ってもらうか。まあ確実に不利な状況というのは、あの兵数が少ないんですけど、配送を連続でさせることがもし叶えば逆転は可能ですからね。しかも長近の部隊を階層に追い込めれば、だいぶ変わる。覚悟しろ。命を。覚悟せよ。ゲチよ、始めるぞ。ご命令を。始めるぞ。覚悟せよ。ゲチよ、始めるぞ。命令してくれ。始めるぜ。ゲチよ。さあ行こうぜ。今が好機、放て。長近の部隊が真ん中に入っていくね。さあこれをどうするかだな。まあ、まずは長近の部隊に迫りたいので、長近の部隊へと接近を図りましょう。ちょっとここからなんか細いことをやっていきますが、お付き合いをください。なんとかねこの戦いに勝利したい、その一心なんですが、いかんせん少数なんで。ご覧ください、覚悟しろ。長近よ、長近を。よし、長近が釣り出されて出てきてる。これはチャンスはあるぞ。策のある者がいるようです。ご命令ください。覚悟しろ。命を。覚悟せよ。ご命令ください。始めるぞ。加藤義明の部隊と他3部隊で
なんとか長近に迫ろう。で残りの部隊は、敵に側面を突かれる形になる可能性があるんで、まあ、それを防ぐように部隊を展開します。まあ、備える感じですね。松倉隊が奇襲にあっている。いやいや、さすがに厳しいね。ご命令ください。始めるぞ。なんとか逃がさないぞと。覚悟せよ。我が策、ご覧ください。我が策、長近の部隊を強襲できれば。我が策、ご覧ください。いや、足止めしたいのはね、長近なんだよね。長近を足止めしたい。始めるぜ。ご命令を。始めるぞ。ゲチオ。今だ。よし、うまい具合に長近をこちらの兵で囲める形が作れそうだな。こっからはフルボッコだぞ。まずは長近の退路を断つ形で、本当に包囲戦が展開できるような形にしましょう。とはいえ絶対に外せないのがいくつかあるので、覚悟してもらおう。さあ行こうぜ。この策でしっかり敵に、他の敵部隊に備えつつ長近をフルボックする。松倉隊下げたいな一旦。が松倉隊が危ないことになるね。松倉隊、細川隊も危ない。どうしようかな。誰かを下げる必要がある。ご命令を。善助を一旦敵に備えさせよう。後ろから来てる敵にぶつかられると2部隊が一気に改装する恐れがあるんで、それは絶対に避けたい。覚悟せよ。ご覧ください。ゲチオ、覚悟せよ。ゲチオ、覚悟しろ。ゲチオ、加藤義明、もうちょっと前に出したいな。ガハ、突撃か。ここでしのいでくれ。しのげ。よし、しのいだ。善助を出した甲斐があった。うわ、ダメか。なんとかで善助を出してしのごうと思ったんですが、かなわずか。ご命令ください。始めるぞ。ただ勝機はまだある。なぜならこう言ってはなんだが、所詮長近。今だ、放て。敵の居所掴みました。さて、善助がちょっと危ないね。策がございます。善助も一旦逃げに入ろう。で残りはそれこそ全員で。我が策、これに。まずは後ろにで力を合わせよ。足止めして善助は魚で、いや、やめよう。今はもう善助はひたすら守りに入らないと。策がございます。
始めるぞ。さあ残りの部隊はじゃあ長近に突貫、始めるぞ。突撃を敢行する。お命令ください。覚悟しろ。ゲチよ、始めるぞ。ゲチよ、覚悟しろ。ただ味方の方はあと2部隊配送したら終わりかな。逃がすなよウコンを。うん、長近を逃がすな。よし、足止めした。ここだ。善助は敵の大軍にもみ消されたね。ただ結果的にこっちは加藤義明主力部隊が長近に当たれる、そういう状況が作れたんで。始めるぞ。大将を配送させれば戦局を五分に戻せるはずだ。おっと間違えた。そっちに強襲してしまった。貴重な戦力を。敵に奇襲か。ここまでか。長近は回想させたけれどもどうだいという感じだね。もうしょうがない。野球で敵一部隊をなんとか回想させて、厳しくはなってきてるね。最後の陣を奪いに行きますか。せめてもう一矢報いたいけど、細川隊もここでやられたか。なんか様相的にはもう完全に勝ち戦の様相にはなってきてるように見えるけどね。命令してくれ、始めるぜ。ゲチよ、始めるぞ。ゲチよ、始めよ。あるとしたらもうこのまま長近の部隊を追って追って追いまくる。追撃して追撃して追撃しまくる。始めよ。で敵の応援が来る前に長近を完全に敗走させるところですね。壊滅させないと。来るよね、来ちゃうよね。舞台終わったのが良くなかったかな。さあ残り1700、あと3ターン持ちこたえれば長近撃破できる。で今回で陣も潰しちゃおう。よし、今度は足止めがしっかり長近に効いた。ドゥハハ、ここで敵が横から来るか。やってくれる。加藤義明が回想すると厳しいよね。もう1手2手あればというところだったのがちょっと残念ですね。命令してくれ、我が先ご覧くだされ。ゲチ
敵がね、部隊数が少なかったので、今回ここまで前線できましたけど、部隊数が同じ部隊数でこの兵力差だったら、ちょっと勝ち目はなかったかなとは思うので。さあ、2部隊目、改装。同時に2部隊が改装しているとなると、ちょっと苦しいよね。まあ、ただ、覚悟しろ。完全に終わるまでは、長近を追って追いまくる。ゲチ。ゲチ。本当に騎覚悟馬せ隊よ。1体でもいれば、始めるぞ。変わったかなと思うのが残念ですよね。よし、撃退撤退させたね。ただ、それでも戦局を、こちらに優位に傾けるまではいかないからね。やりたい。これでまた改装か。さあ、今更応援に行ったところで間に合うとは思いませんが、戦場を割っていきます。始めるぞ。ゲチ。覚悟せよ。ご命令ください。始めるぞ。敵の居所掴みここまでだな。今だ。まあ、十分に敵を削ったので、よしとしましょう。3万いた敵の軍勢がどんくらい減ってるか確認していきます。8000減ってるで。2万まで減らしたと。松倉右近が捕らえられて柴田家に下ったと。まあ、しょうがないね。すぐに解放してやろう。では、一部隊、これが撃破されているので、光秀自ら出陣する。出陣。スケーモン。お、氏郷の居城。なんかね、このよろしくお引き回しのほどお願いいたしますって、当時もこんな言い方してたんですかね。さてと、ここは長近軍とまた倍の軍勢か。ここは一旦指揮は取らずに、忠興が敗れたとしても、後続の光秀で叩く。いい、これは予定通り。
秀長が死んだ。ここまでは予定通りです、敵の主力部隊を削っていくと兵力圧倒的に有利なので、まあ、十分に戦えるはずですね。報告いたします。さてと長宗我部との同盟も切れるので、長宗我部がこちらに宣戦を布告してくるとちょっと厳しいので、早めに長宗我部に対しては、同盟を結んじゃいます。交渉、親善を選んじゃいましたね。交渉、我部さんには同盟24ヶ月で、忘れないうちに毛利に親善を置くとこう。130、そうすると長宗我部に親書上限まで持ってくる。かしこまった。問題は勝家よ。島津と長宗我部、まあいつもの信長の野望だと正直言って長宗我部の方が不利なんですけど、この太子に関しては実は長宗我部相当強いんですよね。おスケーモン捕らえたな。ちょっとスケーモンは個人的に花の刑事が好きなので残しましょう。よし、これ勝機あるな。行軍しよう。金沢城にも福島勝る25,000、これを出して一気に息の根を止める。先月の収支でございます。これより表情を始める。さてここはどうだろう、宗伝は軍事がないね。ねね、ちょっと微妙。清正が軍事33、利光がバランスがいいね。となるとまあしょうがない、宗伝を入れて、全体的な底上げを図ります。部隊移動速度上昇隊、ホロ州結成、これは絶対にやる。ホロの由来はね、ご存知の方も多いと思うんですけど、映画関ヶ原の中で家康が語ってますよね。包囲せ。さあ、金が欲しいというんだな。まあ、金はあんまではいないけど、いやーこれは無理だ、金がなさすぎる。使いの者が来たよ。さあ柴田からの交渉、軍馬 18,600、これ欲しいけど拒否。城を一つ二つと取ってからだな。兵糧が尽きたと見えるね、勝家の方は。急に兵の動きが鈍くなってる。行きますよ。高岡城に行くぐらいだったら、いや高岡城に行こう。でさらに、軍を起こす、決める。秀吉か、ちょっと部隊編成し直す。時間をかけててもいいんで、絵柄を立ててみせようぞ。
ちょっと待って、これ負けるか、マジか。自分で指揮取ればよかった。やられたな。成政ごときに光秀3万が溶かされた。ちょっと舐めてましたね。そしたら、どうしようかな。戦で死ねぬか。完全に舐め切ってたな。報告します。先月の収支です。驚きましたが、どうしようもないので。金沢城、基本城、ここの二つは絶対に取りたい。上層壁がもう食うな、完全に。ここはさすがにいいでしょう。揺るがないでしょう。そしたら、さらに兵出せる。1万3000、苦境したが。高岡城、1万3700。35日後。やられたなぁ。光秀の3万が解けたことによってだいぶ遅れが発生しますね、攻略に。で、秋の収穫が来たので勝家の方もまた兵が出せる状態になるので長引きそうですね。ではちょっとね、今回力を入れるところと手を抜くところを間違えてしまった感じがあるんですが、いい時間になりましたので、一旦ここで終わりにしてですね、次回この続きをまたプレイしていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。